ます。おはようございます。お願いします。どうですか今日、まあ、対決というか。ドキドキですね。初めてですこういう撮影っていうか対決みたいなの。9ホールですよね。はい、なんかもう最初にバーディーをガツガツ取っていって勝ちたいです。調子は悪くないので自分のいいプレーができれば勝ってるんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。お願いします。おはようございます。おはようございます。ちょっと緊張してるんですけど、楽しくできたらいいなと思ってます。なんか白熱するような、なるべくミスしないようにいいプレーができるように頑張りたいですね。まあ、ちょっと流れとかそういうのがいろいろあると思うんですけど最後まで諦めないで頑張りたいです。注目の女子ゴルファーたちによる1対1の試合、ザ・ヒロインバトルネクストバックナイン。今回は今年のマイナビネクストヒロインゴルフツアー開幕戦にも出場した沖縄県出身で同級生の島袋ひのと伊波リーラの戦い。沖縄県うるま市にあるエナジックゴルフアカデミーで出会い、宜野座高校に進学後 JLPGA の試合に数多く出場するなどアマチュア時代から名を馳せてきた。そんな2人の賞金30万円をかけた9ホールストロークプレー真剣勝負。この日までまだ対戦相手を知らされていない島袋と伊波。やば。お願いします。まさかの、ね、やばいね。まさかの沖縄。沖縄どうしよう。お互いに私生活まで知り尽くした2人。果たして共にゴルフを学び二人三脚で成長してきた2人の対決はどうなるのか。プロを夢見る選手たちの真剣勝負が始まる。注目の女子ゴルファーたちによる賞金30万円をかけた対決番組、ザ・ヒロインバトルネクストバックナイン。私は番組の進行を務めます一ノ瀬の子です。よろしくお願いします。そして選手たちのプレーを見届けていただく方はエースゴルフクラブを主催しジュニアからプロまで幅広くレッスンなさっているツアープロコーチの石井忍プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ちょうどラウンドに向けて練習中の島袋選手と伊波選手ですが、お二人はどんな選手でしょうか。二人とも沖縄県出身ということで、まあ同郷ですよね。でネクストヒロインゴルフツアーにも挑戦してくれている二人なんですけれども、もともとねその、アマチュア時代はJLPGA の、ね、トーナメントにも数多く出場している、まあ、本当に経験豊富な、ね、二人。しかも宜野座高校の同級生ということで。そう、高校の同級生ということで本当にこう10代の頃というか、あの学生時代からライバルで、もう本当そこら辺のこう熱い世代ですよね。そうですね、はい、お互い知り尽くした相手なんじゃないかなと思うんですけど、戦う難しさとかありますか。ね、当然ねその、ストロークプレーで、普通の、ね、トーナメントあるいはそのジュニアの頃の試合とかっていうのはあの同じ会場で戦ってたことはあるんだけど、こういうふうにね面と向かって2人でやるとなると、ね、結構ヒリヒリした戦いっていうのも見どころかなっていうふうに感じますけど。はい、で今回もお二人ともキャディーさんを帯同しているんですが、島袋選手のキャディーをするのが金本佳央さん、で伊波選手のキャディーをするのが後藤博也さん。今回島袋がキャディーを頼んだ金本佳央もプロを目指していて、普段から親交が深く金本が島袋の食事の面倒も見るなどゴルフも私生活もよく知る関係。
一方、イハのキャディをする後藤博也はツアーキャディをしていて、イハがレギュラーツアーに参戦した際にもキャディを務めたことから今回も引き受けたという。もう互いにこうプロを目指していくっていうことなんで、まあそのね、選手2人もそうだし、みんなこうやっぱこうトップを目指している人たちなんで、まあ、かなりこういいんじゃないですか。いいやり取りがあって、うん、いいゲームになってくるんじゃないですか。今回も面白そうな対決が見られそうですね。絶対面白いでしょ。はい、それではこの後真剣勝負スタートです。今回の舞台は千葉県にあるカズサモナークカントリークラブ。伝説のプロゴルファーで世界の名コースを手掛けるコースデザイナーとしても知られるジャック・ニクラウスが設計し、アスリートゴルファーはもちろんエンジョイ派までゴルファーの技量に合わせて楽しめるゴルフ場だ。それでは石井プロ、ルール説明をお願いします。はい、伊波選手、島袋選手、ザ・ヒロインバトルへようこそ。お願いします。お願いします。はい、対決見届け人の私からルールを説明したいと思います。本競技はマーカー制を採用しております。互いにマーカーを務めてください。スコアカードをお渡しします。はい、お疲れします。はい、お疲れします。距離測定器の使用は可能となっておりますが、高低差は切っておいてください。プレーはノータッチ、完全ホールアウトとなります。使用ティーはレギュラーティーとなります。対決は9ホールストロークプレーで行います。9ホール終了後にタイが生じた場合は最終ホールをプレーオフで行います。もし日没なので競技が続行不可能となった場合はカウントバックで勝敗を決定いたします。それではお互いのボールを確認してください。ブリヂストンです。タイトです。それでは打順を決めたいと思います。コイントスでいきますので、表か裏かどっちか決めてください。じゃあ表、裏で。裏ね、はい、でん裏というわけで伊波選手先行ということになります。それでは素晴らしいプレーを期待しています。お互いに握手をお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずは1番525ヤードパー5、このホールを攻めるセオリーとは。スターティングホールのパー5になります。もうジャック・ニクラウスらしく本当にこうワイドに打っていけるティーショットなんですけども、ただ左の池だけ少しケアしながらしっかりと打っていきます。セカンド以降は少しだけ上りになりますけど、グリーンは本当に大きくて、ただその左側だと右からの傾斜をうまく使いながら攻めていきたいと思います。これこぼれないよね。こぼれる？これピュー。大丈夫大丈夫。こうやって挟んどけば絶対大丈夫、かけるし。こっちに強いとく？あ、手差しといてもいいよ。いいか。僕に入れといた方がいいかも。裏側じゃ。はい、ありがとう。右上げ。うん。右アゲンストね。うん。右アゲンストで。そうですね。ポールぐらいでいいと思う。うん、あのポールぐらい。OK。さあ、525ヤード、パー5、うん、スターティングホール。ロングですね。はい、スタートになりました。ちょっと左サイド池あるんで、まあ、少し右サイドから狙うことになります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナイス、ナイスショットです。右サイドからフェアウェイにいいドローですね、うん、いいドロー。お願いします。あそこ狙いということで。そう。力入っちゃった。ナイスショットです。こちらもフェアウェイセンター、少しね、うん、ドロー目に、うん、2人とも完璧ですね。はい、左行けたけど、はい、右広いんで、うん、パー5だし、うん、ちょっと天ぷら大丈夫
525だから、はい、2つで行きそうもないし、そうですね、右サイドしっかり行っていくってことでね、いいショットでした。2人ともナイスショットでした ね